皆さんこんにちは。今からメッセージの時を持っていきたいと思います。まずはじめにお祈りいたします。愛する天の父なる神様、このメッセージの時を豊かに祝福し導いていってください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。改めまして皆さんこんにちは。お元気ですか？今日はですね、今日のテーマはヤコブとヨハネについて学んでいきたいと思います。聖書の箇所は第一ヨハネの4章の7節になっています。それでは聖書の方を読んでいきたいと思います。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです、というこの聖書箇所から学んでいきたいと思います。イエス様の弟子の中にヤコブとヨハネという兄弟がいました。この2人の兄弟はですね、気に入らないとすぐカッとこう怒ってしまうので、イエス様から雷の子というニックネームを付けられていたんですね。皆さん、雷って怖くないですか？怖いですよね。こうそういう、こうイメージがあるんですけども、ところでこうエルサレムに向かう旅の時のことなんですけども、イエス様と弟子たちがエルサレムに向かう旅をしていた時、イエス様がおっしゃいました。これからサマリア人の村を通ります。先に行って今晩泊まるところを探していらっしゃい。弟子たちははいと言って、何人かの弟子たちが出かけていったんですね。ところがサマリアの人たちはイエス様たちが自分の村を通るのを嫌いました。なぜでしょうか？それはですね、サマリア人とユダヤ人には普段お付き合いがなかったんですね。そこでヤコブとヨハネはですね、どうしたかと言いますとですね、このようにプンプン怒ってですね、腹を立てて戻ってきたんですね。先生とはイエス様のことです。サマリアの人たちは誰も止めてくれません。それから真っ赤な顔をして言いました。昔の預言者がしたように、天から火を下してサマリアの町を焼き滅ぼしましょうか。こんなに怒りん坊だから雷の子なんて言われてしまったんですね。イエス様はそんなことを言ってはいけないとおっしゃって他の村に泊まりました。画面は変わってヤコブとヨハネの願いですね。イエス様が12人の弟子におっしゃいました。エルサレムに行ったら私は捕らえられて十字架につけられますけれども3日目によみがります。こんな大事なことお話になったのに弟子たちはよくわからなかったんですね。その証拠にヤコブとヨハネはこんなことを言い出しました。ヤコブとヨハネがイエス様にお願いしたんですね。イエス様がイスラエルの王様になるとき、私たちをイエス様の次に偉い人にしていただきたいのです。次というのは2番目に偉いってことですね。一人をイエス様の右の席に、もう一人を左の席に座らせてくださいと言ったんですね。すると他の弟子たちもずるいよと腹を立ててしまいました。でイエス様はですね、こういうことをおっしゃったんですね。偉くなりたい人は威張らないで他の人の役に立つ人になりなさいと言われたんですね。マルコの福音書の聖書の中に 10章の42節にこのようにあります。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に使えるものになりなさい。皆に使えるものになりなさいと言われたんですね。弟子たちは恥ずかしい思いをしたと思いませんか？ですね、偉くなりたいと思っていたんですけども、
神様はそうではなくて皆に仕えるものになりなさいとおっしゃったんですね。そしてですね、こう2人ヤコブとヨハネは変えられていったんですね。どのように変えられていったかというとですね、イエス様が十字架にかけられて復活された時にですね、イエス様のこの愛をですね、こう受けたんですね。そしてヤコブはですね、伝道する人に変えられていきました。ヨハネはですね、愛の人と言われる人に変えられていったんですね。このヨハネの手紙も、聖書の箇所もヨハネが書いた手紙なんですね。そして神様が愛してくださるから私たちは愛し合いましょうと何度も書きました。それで先ほども言いましたけども、愛の人と呼ばれるようになったんですね。愛の人と呼ばれるようになりました。どうでしょう、皆さんも神様を信ずる、こういう神様からこう喜ばれる人にこう帰ってこう行っていただきたいと思いませんか。私たちは弱さとか欠点があります。でも神様は私たちをこう愛してくださっていますので、神様を信じる者を神様はこう変えていってくださるんですね。で今日はですね、神並みの子と呼ばれたヤコブとヨハネが神様の愛を伝える人、また愛の人に作り変えてくださったお話をこの聖書からこう見ていきました。さあもう一度じゃあ聖書の箇所を読んで終わりにしていきたいと思います。第一ヨハネの4章の7節、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。神は愛から出ているのです。では最後にお祈りして終わります。天のお父様、今日はヤコブとヨハネから学びを与えてくださってありがとうございます。雷の子と言われたヨハネが神様の愛を伝える人、また神様の愛の人に神様が作り変えてくださったことをありがとうございます。このところから学びを与えてくださったことをありがとうございます。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。